安倍守太郎安倍守太郎大正2年9月6日は、日本の外交官、外務省、政務局長、大分県下下郡ザクラス村出身。第三高等中学校を経て、1896年に、東京帝国大学法科大学政治科を卒業した。同年、高等文官試験に合格し、大蔵族として主計局、理財局、主税局に勤務した。 翌1897年、外務書機関に転じ、通商局第二課長心得となった。1899年、参事官に昇進し、翌年からは加藤公明外務大臣の秘書官も兼任した。1901年、イギリス公使館二等書記官となり、1905年からは新国公使館一等書記官を務めた。1909年、再び外務省三事官となり、 1912年には政務局長に任命された。1913年、第二革命が勃発していた中華民国で北京政府軍が9月1日に南京を占領した際に日本人が残殺された。外務省の姿勢を軟弱として批判が高まる中、9月5日、安倍は岡田光、宮本千代吉の二名によって刺され、翌6日に死去した。同日、 安倍は中ベルギー特命全権講師に任せられた。ありがとうございます。